はい、というわけで、今回は COD モバイル最弱は誰だ、ラッシュゲーミング COD モバイル最弱を決定戦ということで、普段 PS4 で活動している僕たちがモバイルで誰が一番下手くそかを競い合うという、配信になっております。こんな感じで、ルーク・グリード、ゴローハント、デベブラとなっております。そのね、勝った方が上がるのではなく、負けた方が下がっていくというね、トーナメント用になっておりますので、でもコメントでサブアカ作ってこそれんとか言われてるけど、ガチでしてないですからね。あーでね、テストやってないって言ってやってるパターンでやってるとか、ガチでやってないからね。何聞こえるの？あ、これ、空気清浄機だね。本当にそんな空気清浄機ある？絶対違うやろ。甲子園の空気清浄機やったよ。え、これと どうやって変えるの？待って待って、あれ全然打ってこないんだけど。待って、そっち、あれだ、大丈夫か、凶暴にしばかれて、放送事故レベルだね。待って待って、あれあれだ、大丈夫これ。点からこの試合を見ると、いや、大丈夫かこれ、これ大丈夫か、イモってないから。おー、私2階でどこ使ってもいいんだよね。まあまあ、どこ使ってもいいと思う。怖い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 。おー、8分。うまい、うまい、うまい、うまい。マジか、急にリメイクだね。どうした、あと8分もあんのか。試合中成長していくタイプだから俺。あ、この2人がさ、なんかすげえキャラコン困ってんのめっちゃ面白いんやけど。ボーダースイッチめっちゃおもろいもん。あれあれ、アショットする、アショットする。危ねえ、マジで。あ、待って、やばい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 、あれ強い、あそこ強すぎる。うわ、決め打ち、決め打ち来た、決め打ち当たってる。うわ、いい、俺は下がりたくない、トーナメント下がりたくないから、ここで終わらせる。よしよしよし、横移動、うまい。うわ、なんかいる、何してんだ、おいおいおい、角待ちしてたぞあいつ。あと3点がもうだってエロいもんだ。あれ、ええ、ラグった、ラグった、あれ部屋から降りたら、ね、部屋に戻されたんだけど。ちょ、ベブラス回線しっかりしてない。なんで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 、3品だから Wi-Fi 3品だから、大丈夫。俺とベブラ同じ Wi-Fi 買ったから。上向けない、上向けない。うわぁ、いやー、たぶん、でもちょっとやっ、うわぁ、うわぁ、めっちゃ、あはははははは、ちょっと、マジであるぞ、マジある、マジある、見えてきたな。時間を、時間をたっぷり使う。いやいやいや、そんな卑怯なことせんよ。そんな卑怯なことせえへんか。あれ、ルクいる？どこいる？どこにいる？めっちゃ動いてる。ほんまに動いてる？絶対そっちで妹っても。全然おらんけどな。やべえこれ。え、反対側？面がひでえもんマジで。すれ違った？あ、おもろ。すれ違ったかな？もう俺足音聞けないからやばいって、これやばい、40秒切ってる、40秒切ってる。おらんおらんおらんよ、ルーク、イモってるな、イモってるんちゃう。ルークイモってるんちゃうか、こういう勝ち方もあるのか。やばい、残り20秒、ルークイモってるんちゃうか。20秒、あ、待って待って、あ、やばい、もういくのか。ここでルーク追いつくことができるのか。あと10秒、あと7秒、5、4、3、あった。いやこれはひでえ試合を見た。いや、とてもひでえ試合を見たぞ。今日は思えない戦い方された。初戦だぞ、初戦これ。やばいやばい、やったぜ。早い、ハンティ早い動きが。
かおおおおキャラコンがちょっと違うぞ。おいおいおい違うぞこいつやってんな。俺はさすがさすがレジェンド。俺やってんな。結構終わらせたらスライディングスライディングショルダリングからのスライディング打ち。うわ、悪くあれおぉ、やばいやばい。おぉ、いい、悪く、おぉ、いいよ、いいよ。お互い、いい動きをしてますね、これは。レベルの差が全然違う。ちゃんと使用にしてる。めっちゃ割れてる、めっちゃ出てる。うわぁ、おぉ、おぉ。マジか、やばいな。7、8。えぇ、おぉ、いやこれは硬い。これはベース回線だ。ゴロ選手、時間稼ぎはダメですよ。いや、一番言っちゃいけない。変な振りやめろ、変な振りやめろ。さっきの人、いける配信考えてくださいね。オッケー。ああレベル高めの試合になるんじゃないですか。じゃあ、ベブラしていきますか。会社投票1位のベブラだから。一番やってるのに。あ、あれ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 知らさないで。あれ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 時間ないよ、大丈夫。え、ベブラ？おい、なんで？ベブラ、もういいよ。はいはい。もういいよ、そういうのは。まあまあまあ。あれ、ベブラ、俺？ベブラ、やばいよ。おいおい、お前それはいかんて。うまいこれは完全に罠にハマっております。ありがとう。なんと単純なんでしょうか彼は。おおおおあれマッチポイントマッチポイントです。なんだかんだえっうわえあれおえこれはこれはこれはあれこれルール違反ルール違反タイム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 アウトアウトレッドカード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 ですあれレッドカードです完成静かに審判負けんのかよ普通に負けんのかよ大丈夫ですかやべえのったけど今いやちょっとねいやもう決勝ですね。決勝ルーク・ベブラの。対等に戦ってもちょっと結果見えてるからなんか欲しいね、ちょっと。確かにね。ねえ。やっぱでもさ、こんだけ自信あるやっぱベブラだったらちょっと、ね。審判、これはルール違反はどうなんですか、ね、これはペナルティーつくんじゃないの。いや、これはどうなんですか話だろもう終わってるって。そっとしてもう勝った。よし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 。今ここね。はい、じゃあスタートです。はい、こっからスタートでーす。あ、でもさ、時間切れさスタートです。こ、決めち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 。おお。うまい。正解？おお、うまい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 。うまくなってる、うまくなってる。神エイムなんだけど。削ってお互い。うまい、うまい。これは。うまい。ハマってたスペシャリストを使ってくる9対、2ですね。ルークはスペシャリストキルストも使用可なのでこれで確実に1点いけあんたけは1点取ってこいお前1点取ってこいうわうわ2回から91レベルいい動きするねおお。どんどんねベブラが追いついてきたね。ちょっとこれは分からなくなってきたぞ。手に乗ったのはルークだけど。うわ。オッケー。おおおっとおっと。二点差。おっと。ルーク。分かんなくなってきたぞこれ。これはでかい。使っていく。これよ。あ避けられない。これは。これはでかい。うまい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 ぞ今のなんで色がでかいぞおーっとあれさあうわっおおここで今同点でマッチポイントえっ先ほどにしたのはルークレベル91負けるのかあああああぶねえいい判断が出たレベル94が15に負けましたね君とルークとやったじゃん、うん、でグリードさんとゴローとやって俺に負けたら一緒に罰ゲームやろう
いや、それ意味わからない。失敗したら終わりなの。それ意味わからない。自信ないの。ゴリ押してくるの。逃げるのそこで。グリードさん。お前ルール。グリード違反したやろ。もう男だと思ってましたわ。いやールール違反がもうな喋るな。いやーグリードさん。ルール違反が喋るな。グリードさんそこで逃げる。どこから来るんですその自信は。マジで。バイバイ。マジでグリードさん失礼だけど。辛い打ち勝ったいだけど。こちらのチームの勝利っていう。じゃあ、敗北者チーム何か。え、キル数いくつだよこれ、キル数。ほら、スコアさ、スコアの差がやばいんだけど。来たて役だから。9キル ?3 キル?ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでお疲れ様でした。現在 COD モバイルの世界大会の予選が開催中です。期間内にランクマッチをプレイして80ポイント稼ぐと予選ステージへ、2B 次の予選ステージへ進めることができて、経験値ポイント武器などの限定アイテムもね手に入るので、ぜひ皆さんも参加してみてください。参加方法はメニュー画面の左のイベントの方から参加できるので、そちらから皆さんも参加してみましょう。というわけで動画の方お疲れ様でした。ぜひ高評価とモチベになるのでよろしくお願いします。お疲れ様です。